けますか。なんとか。はい、始まっちゃった。始まっちゃいましたね。はい。じゃあ、はい。ワン、ツー、スリー、フォー。情けないやつと、ミッツさんの、なさしび。よし、今日の仕事がね、まず一つ終わったってことで、はい、どうも、1ヶ月ぶりに、こんにちは。こんにちは。ロープじゃ縛りきれない、焼津のロケンロール、情けないでございます。それと、おまけの、なんかよくわかんない、もう、男です。多分、栄養失調で死んだカレーパンマンだと思います。はい。はい、みーつさん、ちょっとなんかいろいろコラボレーションしちゃってるけど、なテーマカオスです。カオス、はい、カオスだね。はい、もうとことんカオスっていうことで、いや前見えないですね。もうマスクの下にマスクすごいね、はい、顔面中に一重みたいだね。脱いでも脱いでも出てくる。中国雑技団だ。はい、風邪をひいたっていう。ああそうなんです。はい、マスク取ったらもっとすごいものが見えるかと思って何にも出ないです何にもないです。いつから風邪ひいてんの、みつさん。1週間ほど前から。あ、じゃあ、はい、割かし長く。割かし、はい、地味に大変でございますね。ありがとうございます。さて、ね、はい、いつも会話すればするほどこう縮んでいく僕らのトークね。何ですかね、このいつになったら僕らのトークは噛み合うんでしょうか。噛みません。そうなミツさんね、はい、最近まあ最初フリートークから始めようかとは思うんだけど ね。あのね、はい、僕ね、はい、今週末にちょっと行きたいコンサートがありまして。コンサート渋谷でやるんですよ。ああ、ただチケットが取れなくて。ああ、で今転売っていうのは基本的にやっちゃいけないんですけど、ああどれ転売で売ってるもんかなって見たら、結局転売で取ろうとすると5万円くらいかかるんですよ。ああね、5万。ああ5万高い。どうしようと思って、行くべきかな。行っちゃいましょう。もう10年前くらいから楽しみにしてたんだけどさ10年前、そのすっかりそのシーズンだっていうのを忘れてて、はあ、チケットピアに予約するの忘れちゃったんだよね。忘れちゃった。ああ、あとはもう頼るは転売サイトよ。ええ、どうしよう。どうしましょう。ダメだよ。え、ダメ、ダメ。買ったところで今やっぱ入れないですかね。ダメダメ。基本そういうことはしちゃいけないから、買っちゃいけないと。買う人がいるから売る人もいるんだ。諦めよう。そうですね。でもね、音は漏れてくるかもしれない。音漏れしますかね。ちなみに行きたいのはお母さんと一緒60周年コンサートなんですけどね。音漏れしてきますかね。それか。いやーね、50周年、2009年の時に50周年のコンサートがあって、それを NHK でね、おみそかにやってたんですよ、スペシャルでね。歴代の歌のお兄さんお姉さんから体操のお兄さんお姉さんがワンサが出てきてね、もう毎日子供が見てなくても一人でね、子供が生まれる前からお母さんと一緒こう8時からテレビの前で見てた僕としてはぜひとも行きたいんですけどね。音漏れしますかね。音漏れ期待して渋谷まで行く。やべえやつだなってね。ついてこーい。だからなんだか結局5万円で行こうとしてんのは、結局家族3人分のチケットを転売で買おうとすると5万円なんですよ。でも転売サイトをよくよく見ると、その転売は基本禁止の中で乗っかって転売目的ではございませんって、元の値段で行けなくなっちゃったからお譲りしますよみたいな人もいるんですね。それなら買っていいかなって思って、結局ねお母さんと一緒のチケットがどうやって流れるかっていうと、家族3人で行くはずがお父さんが行けなくなっちゃったっていう、そういうパターンなんですよ。だから連番で撮ってるから、なんとかさ来れた家族と僕が並んじゃうわけですよ。これいかなるものかなと思ってね、コンサートどころじゃないよね。そうですね。はいはい。みんなちなみにコンサートとか行くの？あ、行きますよ。コンサートライブ、ライブ行きます。ライブ今年行ったライブで行くと、今年今年行ってます。
行きました。例えば。この間行きました。あ、この間何の？あのなんだっけ、清水の、ええ、なんだかチャリティーコンサート、ま、ライブ、カリスマさんの行きました。誰か目当てとかイベントとかどっちが目当てだったの？いや何にももう誘われるがままはい誘わ見てますよ。誘った人めっちゃ行きたかった心が映ったちょ行きたかったテク2だなこれね、はい、でもじゃあ逆にね、うん、自分がファンで好き好んで行ったみたいなライブも今年行きました？今年じゃなくても、まあ、ここ最近あったかな。今年はちょっと待って、あったっけかな。それの清水のやつを 2,、うん、2回行ったっけかな。さあ、そうですね。誘われたからでしょ、動機は。そうなんです。そう、行ってないですね、今年は。今年は行ってないんだ。はい、行ってないです。去年は、はい、去年は確か行ったっすね。誰なんだっけ。あとスキャンダルっていうあ、はい、バンドがいるんですけど、バンドさんガールズバンドでしたっけ、はい、春あたりに行ったっすね、はい、それはそれは自らスキャンダルに誘われたわけじゃなくて誘われたわけじゃなくて己から行きました。それ、そうよね、もうバンドマンですもんね、言っても三つさん、はい、ね、でで、フリートークのコーナーが終わりました。ねえ、みつはなんかフリートークある？フリートーク一番やばいフリーですね。ねえ、フリーな。まあ一応あるっちゃあるっすけど、なんかもう、うん、空振りしますけど。ええ。ねえ。ありますよ。どうぞ喋ってちょうだい。許可制ではないのでどんどん喋ってください。フリートークなんですね。ええー。そうこの間そう CD 買いに行ったんですよ街に。ええー。はい。クロマニオンズっていう。ああクロマニオンズ。クロマニオンズの、うん、はい、新しい CD 出て。ええー。はい。そうちょっと俺は店に買いに行こうと思って。ええー。はい。いつも Amazon とかで結構買いがちなんですけど。あはははね、最近ちょっと店にも足を運ぼうと思って。そうよね、今町の CD 屋さんや本屋さんは引こないってるみたいね。そうなんです。あの店の中から調べるより Amazon でパッて検索して調べちゃった方が早いってね。そうなんです。昔はね、はい、そういうレコードショップからジャケ買いするみたいな楽しみが、あの昭和の皆様はあったんでしょ。僕ら令和の人間だからちょっとね、壁ができましたね。そうか、でもいいもんですよね、たまにそういうレコードショップなんか行っても。そうなんです。さて、じゃあミッツさんのフリートークのコーナーも終わったんで。いや、まだあるんですよ。あるんですか。あいやいやいや、あるごめん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 。いいね、オチが面白いかどうかは。いいよ、きっと面白いはずだから、どうぞ続けてちょうだい。まあ、そう行ったら、静岡の町のパルコに向かってたんですよ。はい。で、なんか交差点で待ってて、こう右折の信号出たんですけど、はいはい、なんか下にバスって書いてあったんですよ。バスで出てて、なんだろうなとか思いついて行ったら、なんかその先でめっちゃいっぱい警察官の人が待ってて、こちらへどうぞみたいな。そこでも誘われちゃった。誘われちゃいました。誘われちゃって、今度は何の勧誘されちゃったわけ？もう罰金の勧誘。罰金の勧誘？そうなんですか。罠もいいところね。じゃあ、はい。何罪なのよ。なんかバス罪なんすかね。バス罪。そんな雑な法律があったの、日本国憲法に。君来なさいっつって。君来なさい。あとバス罪ですよ。バス罪は誰にどう迷惑がかかるわけよ。なんかあれなんですかね。バス専用レーンを悠々とブスが走っちゃったって、そういう話。ああ、そうそうです。誰かフォローしないとただの悪口になっちゃいますよ。なんか勝ちの番組で。意地悪だ、これ。そうなんですよ。やったらもう、思いっきり罰金取られて。はい、罰金取られてて。じゃあもう。CD 買わなかったじゃないですか。いや、それがもう、そのまま帰るの悔しいと思って。買いに行ったんですよ、CD は。罰金と CD どっちが高かったのよ。罰金っす。
いいプレミアム CD プレミアム CD プレミアム CD それになったアマゾンじゃできない経験ね。金に、はい、がついたっていう。いやー話ですよ。久しぶりミツさんのトークにオチがありましたよ。よかった。素晴らしいですね。はい、珍しい。というわけでね、会話がスムーズいったなところでね、はい、新コーナー、はい、始まって2回目ですけど、新コーナーできましたよ。はい、できました。あ、どれだっけ？あ、いますよ。ちゃんとこれもあるんで。あ、じゃあ。あ、あ、じゃあ、ミツさん、僕ばっか喋っちゃってるんで。はい、じゃあ、いきます。はい。レデン。レデン。こちら。新コーナー、ツイッター、いいね対決。イエーイ。イエーイ。焼津のインフルエンサーと呼ばれてる二人の対決ですからね。はい、どちらが果たして、実はね、やってるんですよ。知らなかった。ちょっと前までは自分のその大道芸の画像のエゴサーチに使うためにやってたんですよ。やった後に大体、いや、静岡駅と大道芸みたいのでやると画像が自分のが上がってて拾えるみたいな。ただ今やね、ツイッターやら LINE やら、ね、何インスタやら。いろいろできちゃったんでね、もうエゴサーチできなくなっちゃったもんで、真面目にやろうと思ってね、2009年からアカウント持ってましたけど、10年越しにアカウント使い始めました。ね。フォロワーは？え？それ聞いちゃいます？じゃあ、ネタ？あ、いいですよ、いいですよ。僕のフォロワー数が、52人。お。うん、なんとも、なんとも。みつさん、え？自分、ありますよ。300いくらいたす。300いくらめっちゃフォローしまくったら、その返しが来て。え、フォロー数は逆に何人の ?900 いくら。3枚ね、はい、私っても、フォロー数32人ですからね。フォロワーの方が多いってことは、僕の方が注目されてるってことで。はい、そうです。よろしいですか？はい、よろしいです。優しこ。ありがとうございます。焼津のインフルエンサーなんでね、プラスシコでございます、シコは。え、ミツさんちなみにいつからツイッターやってるのよ。自分2年くらい前ですよ。あ、2年くらい前。すごいわな、それで900何人っていうと、毎日1人くらいフォローしてく。毎日1人以上ね。いや、最初の頃にもやたらと連打してたんですよ。フォロー。もうやめようと思って。そういうインターネットではないけれども、どういう基準でフォローしてたの？いや、なんか、いっぱい出てくるもんで、なんか、フォローするって、なんか、連打して、とりあえず連打、そう。進められれば何にでも騙されますわね、あんた。そしたら帰ってきた300人のフォロワー。はい。騙された。騙してた。はい。ごめん。ね、でね、このフォロワーが増えたところでね、フォローした人ぶった切ればいいんですよね。そしたら一見フォロワーが多いアカウントになると。ああ、見せかけが。で、あ、で、で、そのツイッターで何を対決するかって言ったら、見ての通り、いいねの数。いいねです。ね、ただね、9年と2年なんでね、比べようがないと。だから、この1ヶ月。この10月というスパンで、果たしてどちらの方がツイッター、いいねをもらえたのかっていうのを、対決しようか、じゃないかという、企画でございます。そうなんです。そうなんです。多分ね、予想されてるとは思いますけど、2桁は超えてきません。うん。どんぐりの背比べをね、わざわざ焼津 TV のこの枠でやってやろうっていう。はい。それでございますよね。はい、そうなんです。はい。それじゃあ、ミッツさんの方から、じゃあ。お、じゃあ自分から。行ってきますか？行きましょうか。じゃあ、わざわざ出さなくても、言えばよかったかな。あ、じゃあちょっと。あ、じゃあ一番多いやつで対決。一番、そうですね。多いので。一番多いので、行ってみますか。行ってみましょうか。では、はい。はい。じゃ自分のが、こちらです。自分のツイッター、人生初、一人で手作りカレー、これでカレー亭にカレーを出せそうです。かっこ笑。21いいね。え、そんなツイッター？みんなこれ、ヤイズ TV の人じゃない、21人。うちは。してない。マジっすか。つきましたよ、奇跡的に。つきましたね。なんかめっちゃ伸びたっす、ね。てか、人生で初なの？初。一人でカレー。あ、そうっす。
こ、はい、コクマロカレー30年生きてて、はい、そうなんです。今まで逆に何の料理を作ったことがあったのよ。いや、もうカップラーメンとかなんでそれはなんかこれね、そうなんです、はい、見つけちゃいましたね。ああ、固定されてんだ。固定しました固定しました、稼ぐために、地味に伸ばして。俺なんかこの間20ぐらい来てたんで、なんとかいけるかなっていう。リツイートもされてるじゃん、はい、すごい。そうなんです、マニアがいるんです。カレー店マニアがいるの。マニアがね、まあこんな感じです自分は。でも、ね、なんでまた、はい、急にカレーを作ろうと思ったの。なんかあの30年作ってこなかった男がそこに至る動機。動機あれなんですよ、もしかしたら、うん、こうやっぱりそろそろ自炊も挑戦しなきゃなっていう、なんかずっと実家暮らしです、ね、実家暮らしです。でこのままじゃいかんと思って、のも ありまして、はい、自炊を覚えて。そうなんです、そうなんです。時期にちょっと、もしかしたら一人暮らしの可能性も見えてきたので。あ、本当ですか？可能性、もっとわずかなんですけど。わずかですね。もしかしたらそうかもしれないっていう。はい。それに備えて、ちょっとそろそろじゃあちょっとやってみようと思って。消費税より低いパーセンテージね。めっちゃ低いです。もう最初はじゃあもうカレー店のカレーもないし、出ないし。ああ。はい。もう作れるようになろうと思って。そうか。そうなんです。はい、っていうのがミッツさん、はい、21でしたっけ。21いいね。ごめんなさいね、私ミッツさんみたいにフリップを作ってくるのを忘れましてね。いいです、全然いいです。私が今月一番ツイート数がついたのが18回、はい、10月12日何の日だか分かります？ああ、台風。台風なんですね。台風でちょっとまだ雨が大降りになる前にどんなもんだろうってひとっ走りしたら、あの何、排水口がボコボコ溢れてるっていうか動画が撮れたもんですから、あ、これは上げてみようかって言ったら18いいね。でも再生回数が7058回っていう、これは僕の勝ちでいいですかね。なんでそんなについてるのにいいねがそんなに少ない。あ、動画短いんじゃないですか。あ、うん、短いですね。短いからリピートリピートリピートで何回も、で、そうリピートリピートで何回もそうでしょうし、結局その日ってバカみたいに台風の関連動画画像上がってるから、どんどんね、早く上げたものを埋もれてった結果って感じですよね。あ、どうでした台風。台風なんとかしのぎました。何もカレー亭も、はい、カレー亭無事でした。三つ亭も、三つ亭雨漏りが、はい、三つ亭は台風のみ限定の雨漏りだやばいです。はい、あの、多分あと5回ぐらい来たら多分もう三つ亭崩壊、はい、危ないです。何、雨漏り、もう僕も生まれた頃の平成の端の頃はね、まだばあさんの家が建ってて経験ありますけど、どんな感じでしてくるわけ？なんか急にですね、気づいたらなんか変な音して天井からしとしとと、しとしと滝のように、はい、滝のように、滝のようにしてくるわけ。なんかこれもはや家と機能 して機能してるの？いや、一応なんとか詰めてます、はい、で雨がその入ってきちゃうとどうやって防ぐわけ？もうバケツで、バケツで、はい、バケツ置いて。でも前回の台風なんかじゃバケツいっぱいになっちゃったりしないんです？なった、あ、な、多分なったような、なったような、ちょっとあんま見てなかったそこも親任せ、人任せ。ちょっと妹と親がやってて、あ、自分は引っ込んでようと思って自分は逆に何してたのよ台風のやれ家を守れっていう時はい、自分ギリギリやってたかもしれない。やったー、また三つ先輩に一歩近づきましたよ、はい、近づきましたか。あ、これいいよね、私これ好き、息子が歌ってるやつ、うん、そう、息子が歌ってるやつが先週のね第2位だったんですけどね、うん、ミツさんちなみに第2位は何ですか。僕はね、第2位はね、あの、僕先にもう言っちゃったんで第2位言うですけどね、はい、その間準備しててくれればいいんですけど、いいね12回、はい、3歳と息子の父のブルースっていう、これもまた動画なんですけど、はい、あの、何ですかね、大道芸人のユイ・ジョージさんっていうワンマンバンドの方がいるんですけどね、その方に憧れて、うちの息子はハーモニカに興味を持ってハーモニカを吹き出したんですね。最悪これキーを合わせれば息子のハーモニカと僕のあのギターはコラボレーションするんじゃないかと思って、
まあ、あの、ここの、まあ、音、あの、見てる方、音声の音が、そうそうそう、あ、三井さん見てくださいましたね。ましたよ。なんか、最後言われてましたね。そうですね。どっちが最後だよ。最後言われてました、ね。まあ、じゃあ、こんな感じで吹いてるんですけどね、息子と僕は陽気に。多いな、画面で見せるほどじゃないな。もうできたから職場行きなっつって、まだやってないでって。これ実はね、この間の八重洲 TV の、 あの収録の前に、もう父は八重洲 TV 行かなきゃいけないんだけどさ、ネタが欲しいから付き合ってくれって無理やり付き合わせて、早く八重洲 TV に行けっつって、その息子の一言でしたね。これが僕のいいね12でしたね。ちなみにミツさんのじゃあ第2位は。第2位。第2位がこちらです。デデン。デデン。具材が残っていたので再び作りましたってカレーですもう13いいね。もうカレーにとってカレーの人でいいんじゃないの今日もカレー、ねね、栄養失調のカレーパンマンみたいな格好してますし。そうですね、そうなんですよ。小野口さんはカレーをカレーでいいね稼いでますけど、次は何を作ろうとかあるんですか？自炊の研究中らしいですけど。あ、次ですか。次は何でしょうね。ちょっとまたちょっとラーメンあたりをまた、ラーメン、ラーメン、またどこか、どこから作るですか？ラーメンどっからでも作れますけど。あ、ラーメンスープから作れるようになったらやりたいですね。そっから。あ、ほんと？もうありかし、簡単なもんや。適当に出汁と骨煮てりゃ、それっぽくなるからさ。ねえ、うん。そうか、じゃあ次は11月また枠が取れれば、ミッツさんと僕の中で、はい、ラーメン対決と僕のこの息子か台風か、なんかその自分以外の他力本願でのいいね稼ぎの対決が始まる感じですかね。いやー、そうか。そうなんです。うーん、 3位もあります。あ、3位もあります。じゃあミッツさんの3位をじゃあ聞かせてもらっていいですか？僕3位まで見てなかったですけど、はい、じゃあミッツさんの3位。3位、自分の3位。どうぞ、ね、上から発表するから私立ぼみですけどね。あ、そうですね。普通逆なんですけど ね、僕らはね、世の中に逆行するね生き方してますから。3位でいっちゃいましょう。はい、はい、これ最初一番通ってたんですよ。ええ、稼いでた。それを抜いて1位が。あ、じゃあ10月の当初に稼いでたやつ。はい。希望のいいあのツイートだったんですけど。ええ、はい。こちらです。本日、デデン。デデン。デデン。本日、ノーパンです。10いいね。はい、はあ、3つのノーパンに共感する人が世の中に10人いるってことだな。すね、なんか。やだわ、消費税の 10% の10よりひどいわ。そうか、なんでノーパンだったの、3つさん、その日は。もうこの日はもう本当寝坊して、ええ、もう、なんかパンツ探したんですけど、ええ、なくて。なに、ミツさんは何、裸派なの、寝るとき。あだ、そう、その日ちょっと出てました。ちょっと裸だったの？何よ、ミツさん。お熱いわね。朝パンツを探す暇もないほどハードボイルドな生活を送ってるの？いやだわ、隅に置けないわ。妄想なんで、自分は。妄想？妄想で裸になって、妄想のハードボイルドで、朝、疲れ切って、パンツを探す間もないと。そうなんです。もういいや、ノーパンでって仕事場に行ったんです。現実のハードボイルドで、やべえやつね。やべえっすよね。そうなんですよ。そうか。はい、素敵ね、ミツさん、相変わらず。なあ、今日ね、うん、僕らはわりかし喋れてる気でいるよ。どう、ミツさん。そうですね、何か喋ってますね。やっぱツイッターはいいね。いいですね。ツイッターでやればなんとなくこうトーク、ね、エピソードトークに広げていきますもんね。これ採用ですね。採用です。ね、はい、前回第1回のコーナーことごとく今日再現されることはなかったですけど、ね、はい、失敗したコーナーはなかったことなかったです。やれたコーナーはあったかも前回もあったかのように今後もじゃあ続けていきますか。そうですね。はい、はい。というわけで、54分になりましたので、はい、じゃあ、ミッツさんの方から次の番組を。はい、番組。はい。ですね。はい。8時から、山の陰謀チャンネル。陰謀チャンネル。イェーイ。すごいですね。はい。ご覧ください。
信じるか信じないかってやつはですか。怪しい。横で僕ら囲って黙ってこうやって立ってた方がいいですか。陰謀感出すために。こんな感じで。こういう感じで。こういう感じで。こういう感じで。いた方がいい。でしゃばんない方がいいですね、僕ら。はい、というわけでね、今月もね、ありがたく一枠頂戴しまして、無事終えたっていうことでいいですかね。いいです。みさん、特に告知はないですか。ないです。じゃあ僕も特に告知は今のところないんで、じゃあまた来月会えたらお会いしましょう。ぜひともまた来月一枠ください。よろしくお願いします。考えておきます。はい。じゃあ、会えたらお会いいたしましょう。良いお年を。出る気ありますよ。許されなかったなと思って、ね、先に挨拶しておいたバーディーです。あなたのお店の紹介やイベント情報の告知、さらに自分の番組を作って定期的に配信してみたい方、大喜利ね、今日周りやったんですけど、ったらやるよ。楽しんでみますね。喋っちゃう、喋りすぎましたね。愉快な仲間たちに会えますよ。盛り上がっちゃいましたね。CM バナースポンサー様のご紹介です。素人の割にうまい似顔絵や丸に工房様、何回か凍りついた感じがした。いや、こっちとは全然違う。FM 津波人黒田平夫ロードステーション様、シンガーソングライターの平様、アルコアート文化芸術の橋様、はい、ローズ社会保険労務士事務所様、ヘイカンパニー様、ロストモティブのハッピーストライク様、司会はマユミンにお任せ様、美味しい自家焙煎コーヒーと本格スイーツのお店クラブハックル様、いつもありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで焼津テレビは運営できております。